はい、皆さんこんにちは、店長磯野です。今日もですね、速報をお伝えします。速報です。こちらは住まいの給付金の1年延長が決定しました。1年延長が決定しましたので、こちらについてですね、詳しくコンパクトにご紹介していきたいと思います。まずこちらですね、政府は1月26日、住宅購入や新築時の費用を補助する住まいの給付金、こちらを1年延長することを閣議決定しました。よかったです。はい、本来ですね、こちら今年の12月末までですね、2021年の12月末までに入居、住宅の引き渡しを受けて入居することが期限となってましたが、これを丸1年延長になりましたので、来年2020年の12月末までの入居ということで1年延長されました。非常にこれ大きいです。でこれ合わせてですね、まあ、住宅ローン控除の13年間ですね、通常10年間のローン控除期間が13年間に延長されるというこの期限も同じく2022年の12月末までと延長になりますので、来年いっぱいまでになりますので、非常にですね、これいい制度、いいものがこう閣議決定で延長されました。本当良かったと思います。はい、でこちらですね、改めて住まいの給付金は何だろう、まだ知らない方にはちょっとご説明させてもらうと、これですね、2019年の10月にですね、消費税 10% 増税ありましたよね。まあ、非常にやっぱりこう皆さんのこう 8% から 10% に上がって消費意識が下がってしまうことがやっぱりこう気になる、ちょっと大丈夫かなっていうことが経済的にもありましたので、これをですね、カバーするために、まあ、この住宅ローン控除っていうところの、まあ、制度がですね、拡充されたりっていうのが延長があったんですけども、それがですね、やっぱりこう年収の高い方にはメリットがあるんですが、ある程度一般的な年収の方にはこのローン控除のメリットがあまりないんですね。年収でいくと850万円以上ぐらいの方からメリットがあります。なので一般的に日本人の平均年収は今400万円ぐらいになってますので、ほとんどの方には意味がないっていうことで、それをカバーするためにできたのがまさにこの住まいの給付金制度となってます。はい、でこちらメリットがですね、ある世帯ですね、これ最大で50万円の現金がもらえます。50万円の現金です。絶対受け取りたいですよね。絶対受け取りたいですね。でこちら年収によって変わってくるので、簡単にちょっとご紹介すると、最大で50万円もらえるご年収の方は450万円以下の年収の方です。450万円以下の年収の方は最大で50万円が受け取れます。はい、それから次の40万円は年収が450万円を超えて525万円以下の方です。それから30万円もらえる方は525万円を超えて600万円以下の方、20万円は600万円を超えて675万円以下の方です。そして最後10万円は675万円を超えて775万円以下の方がこの住まいの給付金のもらえる対象者という形になります。はい、でこれだけのまあ分ですね、お得なので絶対忘れないようにしてください。忘れないようにしてください。でこれ受け入れるのはですね、ご自身で申請が必要になります。誰もやってくれないので、ご自身でちゃんと忘れずに手続きをしていただければと思います。これは引き渡しの後にですね、ご自身で申請するのをような形になるので、これ引き渡しの後です。実際住んだ後、住民票を移した後の申請で、このですね、住まいの給付金の窓口っていうのを検索いただくと出てくるので、そこを調べてで申請をしていただければと思います。そんな難しい手続きじゃないので、必ず忘れずにやってください。で、まあ、あの念のためこの動画の概要欄の方にその住まいの給付金の手続きのですね、URL を貼っておきますので、そちらからぜひご覧いただければと思います。でこちらの住まいの給付金はですね、こちらもこれから始まるグリーン住宅ポイントと併用ができます。併用ができます。大きいですね。グリーン住宅ポイントは最大で100万ポイント分、こちらポイントです。ポイントとの交換です。でこちらの住まいの給付金は現金で50万円です。なので、まあ、ポイントと現金でありますけども、150万円分お得にですね、家づくりが最大でできるので、ぜひですね、これを利用しながらお得でいいですね、家づくりを進めていただきたいなと思います。こんな形ですね、ちょっと速報、住まいの給付金の1年延長について速報でお伝えさせていただきました。はい、
このような形で店長依存のウェブ家づくりコンサルティングでは毎日19時に家づくりに関するお得な情報やですね、それから補助金のお話、それから性能構造のお話をしておりますので、こちらのチャンネル登録をお願いいたします。それから高評価のいいねやですね、コメント欄の方にこんな点聞きたい、こんな点良かったよなんて入れていただくとすごく嬉しいです。お待ちしてます。それではまた次回も楽しみにお待ちください。ではまた。